ジャンラフ・オハーン、ジャンラフ・オハーン、1923年1月18日体は第二次世界大戦中の1944年に起きたスマランイヤン所事件で日本軍により強姦され売春を強要されたオランダ人女性の被害者の一人、戦後英国人男性と結婚し1960年にオーストラリアに移住、1992年に 被害体験の手記を公表し、同年12月に東京で日弁連や市民団体等が開催した公聴会に出席し証言するなど、反戦時性暴力のための証言、記録活動を行っている。1923年に5人兄弟の3番目として、生まれ、ジャワ島、スマラン近郊の父が勤務する、政党農園で育つ。父はインドネシア生まれで、父方の祖父は、 フランス人、父方の祖母は、オランダとインドネシアの根結、母は、オランダ人で、オハーンは、インドネシア生まれの三世、内死四世にあたる。スマラン市内にあるカトリック系の修道院、フランシスコ会が経営する私立の学校に通学。九百三十年に始まる、世界恐慌で、生徒業は大打撃を受け、オハーンの父の収入も激減したため、学費の免除を受けて、 学業を続けた。1941年12月8日の日蘭海戦当時、教員養成学校に在学中だったオハーンは、翌年2月15日に日本軍がシンガポールを占領すると、母や姉妹と共にチェピーリンを離れ、祖父が住んでいた山腹のに避難。同年3月にジャワ島は日本軍に占領された。 1942年の9から12月頃、バンドゥンガンに日本の関係がやってきて、オハーンは母親と二人の妹と共にのヨーロッパ系の女性、子供の収容所に移住させられた。収容所は使用されていなかった古い兵舎を転用したもので、収容人数2から300人のところに何千人かの女性、子供が収容されていた。留所では食料が不足し、 衛生環境は劣悪で赤痢が流行していた。1944年2月の某日、日本軍の軍人が収容所を訪れ、17から28歳の女性全員のリストを作成して、名前、年齢、国籍を書き留めていった。その2、3日後の1944年2月26日、日本軍の将校が収容所にやってきて、 17歳以上の独身の女性全員に中庭に整列するように命令した。日本兵たちは並ばせた女性の外見を見て、その中からお判案を含む10人を選び、通訳を介して荷物をまとめて収容所の事務所に出頭するよう命令した。収容所の管理責任者だったイルデラ夫人が、修道所の一団と共に収容所の事務所へ行き抗議、嘆願したが無駄だった。 オハーンたちは、大型のホロのないトラックに乗せられて収容所から連行された。近隣の収容所でさらに六人の女性が乗せられた。スマランのオランダコロニアル様式の館の前でオハーン、を含む七名が降ろされ、他の九人はよそへ連行されていった。この館は、オランダ人の家を接収したものらしく、調度品や一家の写真アルバムなどが残されていた。日本人はこの家を、 と名付けていた。女性たち一人一人に部屋が当てがわれた。館には、インドネシア人のメイドとメシいカイがいて、家事や雑用をしてくれた。5から二人のオランダ人の既婚女性が連れて来られた。到着した日の夜は、何事もなかった。翌日、おはんたちは集められ、日本人の性の慰みのための仕事をするのだと、説明を受け、 館から逃げないようにと警告を受けた。おはんたちは、あらゆる人権とジュネーブ条約に反していると抗議。したが、誰も助ける人はいないと言われ、従わない場合は家族に危害が及ぶと脅された。その翌日、受付などの設備が整えられ、女性たちの写真が撮影されて、慰安所の開館の準備が進められた。それぞれの女性には、日本名が付けられ、 掲示板に貼られた写真のもとに書いてあった。日本人女性が、慰安所の運営のためにやってきたので、上層部に訴えてほしいと話したが、聞き入れられず、反論された。同日夜には、多くの将校がやってきた。おはんたちは、食堂に集められ、恐怖に震えながらうずくまっていたが、抵抗しながら一人ずつ引きずり出され、寝室に連れて行かれて強姦された。 おはーんを強姦したのは、三橋という名の将校だった。行為が終わった後、浴室で自分に起こったものを皆洗い流すかのように体を、洗ったおはーんたちは、食堂に戻らず、裏のベランダの部屋などに隠れたが、発見され、同日夜、別の数人の軍人にも強姦された。その後も毎日、夜になると、日本人への性的サービスを要求された。日が暮れて、 建物が解放されると、体が極度の恐怖で熱くなった。昼間は放免されることになっていたが、建物は出入りする。日本人でいつもいっぱいで、結果、昼間もよく強姦された。毎晩、快感になる前に、いろいろな場所に隠れたが、結局見つかり、罰として、ひどく殴られた後に部屋に引きずり込まれた。殴られれば、その分、夜の開始を遅らせることができた。 開始を遅らせるために相手をトランプに誘ったり自分を醜く見せるために髪を切って丸坊主になったりした。毎回抵抗し続けていたところ事務室に呼ばれいい加減にしないと繁華街にあるインドネシア人の女性たちがさらに劣悪な条件で働いている兵卒用のヤンショに移すぞと脅された。仲間の女性が両手首を切って自殺しようとしたことがあり おはんが床に横たわっているのを見つけて、助けを呼び、見張り役の日本人女性の看護婦が手当てをして、病院に運ばれ、に、3日後に帰ってきた。当日、性病検査をするために、日本人の軍医がやってきたので、助けてもらえるかもしれないと思い、無理やり連行されたことや、ジュネーブ条約に違反していることを話したが、彼は全く関心を示さず、それどころか、おはんを合感した。 この軍医はその後も慰安所に来るたびに昼間オハーンを合間し、また性病検査をする間、部屋のドアを開けて他の日本人に検査の様子を捨てていた。某日、オハーンはインドネシア人の召使いに頼んで姉に手紙を届けてもらった。姉はヨデイと呼ばれていた日本人の男性に頼んでオハーンを一晩買い上げて、 他の日本人に交換されずに無用にしてくれた。予備は2週間にわたって慰安所に通い続けたが、その後、すまらんからよそへ移動になり、訪問は途絶えた。慰安所で交換され続けた結果、オハーンは妊娠し、それを慰安所の女性の監視に話したところ、流産させるための薬剤を飲むように言われた。胎児を殺すのは滞在だからと拒否したが、無理に薬を飲まされ、 その後間もなく流産した。3ヶ月ほど経った頃、慰安所にくらいの高い軍人が大勢へやってきて、事務室で怒号の飛び交う言い,い争いが続き、おはんたちは退去を命じられた。理由も行き先も知らされなかったが、トラックでスマラン駅に着いた後、列車で2日がかりで移動し、収容所に移され、慰安所で働かされた期間は終わった。ボゴール到着後すぐに、 日本人から自分たちの身に起きたことを絶対に公害するな。もし話したら家族ともども殺される、と口止めされた。ボゴールには各地の民間人抑留所から、帳簿されて慰安所で働かされていた約100人以上のオランダ女性が集められていた。オハンの母とマイテイたちがアンバラワから送られてきて、収容所内で一緒に暮らした。食事は多少マシなものになり、 これまでの虐待の埋め合わせをしようとしているのかと思うほどだった。ボゴール到着からに三週間経った頃、一人の日本人衛兵が夜中に女性の家に侵入して暴行しようとした強姦未遂事件が起きた。この事件は直ちに収容所の所長に報告され、朝の天候の時に一人の日本人衛兵が呼ばれて中庭の中央に立つよう命じられ、所長から 日本語で厳しく叱責された後、拳銃を渡されて、拳銃を口に向けて発射し自殺させられた。オハーンは、事件の一部始終を目撃して、女性や子供たちは、ゾッとしていたが、少なくとも、これから先、強姦される恐れはないことを知った、としている。ボゴール到着の2、3ヶ月後、バタビアシのクラマット、クラモット収容所という大規模な女子収容所に、移された。 クラマット収容所の中でも、オハーンたちの居住区域は、他の区域から完全に隔離さ、収容所の中の収容所のようになっていた。日本の将校たちは、噂が広まりオハーンたちになされたことの真相が、露見するのを恐れ、収容所間の往来を禁止して隔離することで話が、漏れるのを、うとした。ここでも、事件のことを絶対に口外するな、人に話したら殺すと言われた。 他の区域の女性たちは、おはんたちが自由意志で、日本軍の売春宿で働いていたと思っていて、おはんたちのいた収容所を、風連カンプ、バイタ収容所と呼び、またそのためにおはんたちが特別待遇を受けていると信じていて、おはんたちの収容所に向かって、バイタ、裏切り者、こないねん、うさぎたちなどと大声で罵ったり、言いたいことを書いた紙を石に祝えて、塀の上から投げて、 よこしたりした。クラマット収容所の状況は次第に悪くなり食べ物が乏しくなっていった。オハーンの母は痩せ細り肺炎にかかって重体になった。1945年8月15日に日本が無条件降伏して戦争が終わると連合軍の飛行機が食料や薬品を投下していった。オハーンの母はその中に含まれていたペニシリンで一命を取り留め、 その後入院した。終戦後、さらに5ヶ月間をクラマット収容所で過ごした。収容所内の区分は廃止され、自由に行き来できるようになったが、バイタ収容所にいた女と侮辱され続けた。オハーンは収容所にいた修道所と連絡を取り、司祭に頼んで、修道所になることを希望したが、彼女の戦争中の体験を聞いた司祭は、彼女の身に起きたことを理由に、 修道院に入らない方外と忠告し、オハーンはショックを受けた。戦後、インドネシアの独立闘争が高揚すると、オランダ人はその標的となり、クラマット収容者はたびたび、インドネシア人の襲撃を受けて死傷者を出した。抑留所のオランダ人民間人を保護するために、英,英軍の第23師団が、ジャワ島に派遣されてきた。オハーンは、英軍の将校だった、トムラフと知り合い。 戦争中の被害体験を打ち明けた。トムが同情し、理解を示してくれたため、オハーンは自信を取り戻したという。トムは、オハーンをイギリス軍の警察本部にある軍当局に連れて行き、被害を戦争犯罪として報告し、調書が作成された。であって二ヶ月ほど経った1945年の12月に、オハーンはトムラフと婚約し、間もなく家族は、 父と再会して、オランダに帰国した。オハーンの家族は、ドイツ軍の捕虜となっていた兄も含めて、全員が戦を生き抜き、1946年に、オランダで再会した。帰国後、オハーンは英国に移住し、1946年8月14日に、トムラフと結婚した。結婚後、オハーンは、体に損傷を受けていたため、妊娠を持続させることが、できず、 流産を3回経験した。その後大手術を受け、娘を2人授かった。1960年に、一家で、オーストラリアのアデレードに移住した。オハーンは、夫以外の家族にも自身の体験を話せずにいたが、1992年の、初め頃、テレビで、韓国のもと、慰安婦の球場を見て、彼女たちに味方し、支援しなければならないと考え、 沈黙を破る決心をして、被害体験の詳細を記したノートを娘たちに見せ、手記を公表した。同年12月6日、オランダ対日同義保障請求財団からの要請を受けて訪日し、同月9日に東京の神田パンセで同財団、日本弁護士連合会と人権擁護市民団体が開催した日本の戦後保障に関する国際懲会に出席し、 自身の被害体系を語った。なお、オハーンは証言、記録活動を行っているが、日本国に対する個人への損害賠償請求訴訟の原告団には参加していない。2007年2月15日には、米国会員公聴会に出席し、マイクホンダ提案の慰安婦法案に関連して、元、慰安婦として、リヒロシ主、キン・キミコラと共に証言した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。